2019年の第1弾となります大会の記者会見を始めさせていただきます。朝倉海、VS 佐々木ウルカ、ウルカ選手との試合を見たいっていう声がすごい多くて、僕の方から指名させていただいて、このカードを組んでもらいました。俺はもちろん勝てると思って対戦要求してるんで、しっかり倒して勝ちたいと思います。続きまして、朝倉未来 VS ルイス・グスタボ。対戦相手の試合は去年会場で見てたんですけど、強敵なのかなっていうふうには思います。懐かしい気持ちにさせてくれるというか、久しぶりに喧嘩ができそうなんで、すごい楽しみにしてます。朝から晩まで殴り合いの喧嘩まあ近所の人はまたやってるよみたいな。喧嘩の楽しさを知っちゃったからな。武器を使う相手と戦ってたんで、ミクルから電話鳴ると8時から喧嘩するよで言ったら、相手がこんなんて白目向いて、ジムに入って弟もセンスあるのかなと思って、家の外に呼び出して殴りかかったら避けたんで、意外と目が良くてパンチとか蹴りは全部避けれたんですよ。お前絶対センスあるから格闘技やった方がいいって言われて、豊橋でも結構田舎の方なんじゃないですかね。これはこう周りが山ですぐ海なんで。そうですよね、自然ばっかりです。これ父さんが作ったやつなんだけど、父さんの作ったなんかトレーニングメニューみたいなのがあって、なんか帰ってくるとそのメニューをこなさないと遊びに行けないみたいな。むちゃくちゃで、その回数とかも腕立てとかも小学生なのに100回とか、スクワット500回とかやらされたりとか、腹筋200回とか。その時はなんか相撲とかやってた。相撲とか空手やってました。空手です。前足がだいぶ中に入ってるから、この構え的に多分右利きのサウスポーですね。左のストレートが遠いからこれは見えるし、捨てていいね。弱いよね、多分ストレート、左のストレート、左のストレートは弱い。片足へタックル狙ってくる。タックルも上手くないけど、タックル終わった後にしつこいだけだね。これは普通はもう切られたら諦めるところをそのままいる。まあ得意だよね、これ、うん、これは得意だね。結構体力ないんじゃない、疲れてるじゃん、もう一ラウンド。多分決める力もあんまなかったのかもしれないですね。もうとまずくなってからそこからが強いんだよ。よーし、右ストレートに対するカウンターのタックルが上手いね。これは気をつけた方がいい。もう切る必要ないと思うんだよね。3回目ぐらいからもう膝を押していいと思うんだよね。俺は下になることをそんな怖くないでしょ。下になってもいいしね。これ以外 の, その UFC の試合とかもほとんど見たんですけど、そこでのやっぱ決めはやっぱあるんで、バックチョークでのそこはやっぱ注意しないといけないですね。自信深めましたね、だいぶ。8-2ぐらいで勝つって思ってたんですけど、まあ、9-1ぐらいになったかな。打撃が弟の方が強いのと、その腰がすごい強いんですよね。テイクダウンは取られない。相撲やってて腰の強さ相当自信ある。まず取らせないですね。ウルカ選手にとったらすごい厳しい展開になりますよね。試合が始まった時にパニックになるんじゃないかなと思いますよ。ルイス・グスタボ。そしてルイス・グスタボによるライフ級戦線新時代の戦いです。相当これは対面したら腕が長いね。遠い距離から殴ってくるんです。もうビビってないですね、パンチに対して。しかも結構目がいいね、これ。まあでも攻撃のバリエーションが
少ないというか、多分決まった反復練習をずっとやってるんだと思うんですけど、同じコンビネーションが多いっていうか。リスクストロー、来るよ、来るよ、アーカイドを展開してくる、しかし、フックで応戦、ヤチ。結構頭をすごい過剰に守ってる分、ボディが空いてるんですよね、全ての攻撃中に。そこが弱点かなっていうのは思ってます。全部ガード上げながら打ってる、だからパンチを合わせるのは難しいんですけど、顔に。でもボディに合わせるのがいけるかな。この膝、飛び膝が危ないね。前に出ます。そして飛び込む2段目、その後受け継ぐ八千代介。体力なんかないように見えてすぐ回復してくるタイプですね、多分。荒いね、でもこの辺は。俺ならもっと合わせれる。強いね、こいつは。でも本当にボディで攻めようと思ってますけどね。後ろに受けるんじゃなくて、相手が踏み込んできた時にあえて前に出ようかなっていう。前に出て膝を打ったり、まあ、その場で飛び膝を打ったり、ちょっと違うバリエーションで戦いたいと思います。後ろに外すと良くない相手ですね、これは。その2戦目は見事に勝利を手にしてリングを降りていきます、はい、朝倉海。あれ、僕のおじいちゃんなんですけど、あの身内から行くとね、いつもハラハラして見てる。今まで血だらけになって戦ってきたあの鬼のような顔した孫がね、おじいさんなんか見たら普通の私の孫だっていう顔をしてくれたんで、あ、やっぱり良かったなって思いましたけどね。でもまあ本当に2人ともやんちゃな子で、割合野生的に育ったと思うよな。海の方がどちらかというと素直な子だったな。うん、それは間違いない。間違いない。間違いない。ミクル、ミクルの方が本当にやんちゃすぎたけどが、うん、あんまりミクルは形にはめることのできん子だったね、うん、暴走族まがいのようなことをしてたからね。そんなことをやらずに言ってくれるのが一番いいけれどもが、でも人生はやっぱり紆余曲折があって、それが全てに肥やしになっていくと思いますので、格闘技を始めてからね、2人ともあの僕はすごく大人になったっていうのを思ってる。アウトサイダーから始まって今回のライジンになっていくに従って、やっぱりいろんな人のからの教訓を受けてきたと思うんだけどね。おじさん今もう医者からは一応宣告された病気を持ってるんだけれども、7年前ぐらいに癌になっちゃって、でその時に余命宣告とかもされて、確か2年とか僕らの試合を見ることがなんか生きがいだって言ってくれてて、2人の活躍が私のやっぱり病気を少しずつなんか長生きさせてくれてるっていう。彼らのやってる試合の一つ一つは全部あの撮ってあって、それをまあ毎回見てて、私の一つの薬になってるかなって思ってるんですよ。まあ、熱い試合をしてパワーを与えたいですよね、僕らが。それで強くなったのかもしれない。そう、それで逃げ足が速くなったりとか、もう児童相談所とかにも電話したりとかして、そうそう、それぐらい悩んでたんですけど、こういうこともミクルはあまり聞かないけど、カイは素直に聞くことがあったですよね。ミクルはジャイアンですよね。結構こうみんなのお兄さん、兄貴みたいな感じだったんですか。そうですね、中学の時は菓子折り持って謝りに行ったことがありましたね。本人も一緒に連れてくんですけど、本人はあまり悪気がないので、態度がね、まあ、ここの親御さんからするとお母さんに謝られて本人がっていうのがボクシングやったらどうかとか、格闘技に
興味なかったね。喧嘩の楽しさを知っちゃったからな。ルールがないっていう。武器を使う相手と戦ってたんで、最後らへんはもうそのなんかスリルというか刺激をしてからはやっぱボクシングとかちょっとつまらないなっていうふうに思ってましたね。中学校からまあまあやばいっすよ。便所に呼び出して全員まとめてかかってこいみたいな。もう頭おかしいやつ来たみたいな。1対10ですよ、もう全員まとめてでいいよみたいな。頭おかしい、弾けてる、飛んじゃってる。本気でもらんくて365ちゃったんですよ。ミクルから電話鳴ると、岡君何してんの、8時から喧嘩するよ、本当にあと30分後みたいな。30分後に殴り合うよって言えんくないですか。喧嘩しすぎてどれのこと言ったか分からん。で言ったら相手がこんなんて白目向いて、押せよ、待ってよ。相手が死ぬって何回も思います。ミクルの怪我とかより勝ち負けより相手が心配で、いつも相手のところに寄る感じでした。大丈夫って漫画っすよ。白目向いて泡吹いてが毎回だったんで、基本的に喧嘩もあんまり自分からは売ったりはしなかったですけどね。まあ俺最初教えてくれた人なんです、アウトサイダー。あ、そんな格闘技やった方がいいよ。だからそれもじゃないと無限に捕まっちゃうんで、逮捕ばっかされちゃうんで。わざわざ持ってって DVD を、したらなんか弱いねみたいな。じゃあ出てみなよって言ったら、出て勝ってチャンピオンになって、でもまだまだまだみたいな、なんかもっと強いやつもっと強いやつってなって、さすがにでも雷神に出るとは思わなくて、応援始めてる時に泣きました。どこまで行くのかなってすごい楽しみです。もうもちろんてっぺん取ってほしいし、もう無表情じゃないですか。プライベートぐらい笑ったらどうかな。笑ってるでしょ普段。見ました今のドヤ顔。普段笑ってるやん。この敷かれたレールの上を走りたくないんで俺は。そういうタイプなんで、自分で道を作っていきたいみたいなね。そういうとこがグレたせいなのかな。やっぱり育て方を間違ってたのかなとか、くれてなかったのかなとか、すごい悩みましたね。当時は別にまあほっといてくれよみたいな、そう思ってましたね。構わないでくれみたいな。なんだろうな、生きる意味を なんかもう見つけられなかったんで、その当時人生がつまらないっていう。親もそうだし、先生とか、自分はもう死んでもいいと思ってたんで、いつでも。なんでだから構うなよと思ってたんですけど、本当に極道になろうとしてましたね、本当は。どうですかそれ。本当にいつ死んでもいいやと思ってましたね。何を考えてるのかは分かんない方ですからね、僕も。本人はいいかもしれないですけど、周りは悲しいことですね、本当に。それは結局傷つけて、最終的に自分を傷つけて終わっちゃう。そうなんですね。なんで、まあ、今思い返すと無責任だったなと。まあでも自分が死んだら周りが悲しんでも関係ないですからね、もう死んでるから。もうそういう考え方ですね、昔から。もう僕2016年ぐらいから携帯に遺書書いてあるんで、いつ死んでもいいように。格闘技で死ぬかどうかって言ったら死なない確率が高いかもしれないですけどね。まあでもそのぐらいの覚悟でやるっていう。こうタップしたら試合が終わって、レフリーが助けてくれてっていう。俺たちはもうそんな中途半端な気持ちでやってないんで、簡単に前行ったしないし、死ぬぐらいの気持ちでやってますね。僕もリングに上がるときはそのぐらいの覚悟を決めてますけどね。どうなってもいいと思って上がってますね。朝倉かバンタム級でトップになりたいです。一番強い男がいるんで、堀内選手倒しに行きたいです。今回は勝ち方じゃないですかね。圧倒的に勝てれば挑戦しても多分文句言われないと思うし、今度の対戦は大変なんだなというふうには思ってますので、今回は横浜行きます。熱い試合をしてパワーを
与えたいですよね、僕らが。朝倉未来フェザー級の体になってきました。まあ、ライト級に出るかもしれないし、出ないかもしれないし、この適正階級で世界の強さを戦ってほしいっていう声も多いし、求められる声の多い方に動いていきたいなとは思ってますけどね。別に家賃なら70でもやってやるよって思いますけどね。この敷かれたレールの上を走りたくないんで、俺は。俺たちはもうそんな中途半端な気持ちでやってないんで、見る方も覚悟してみなくちゃいけないと思ってね。お父さんブラジル人、お母さんは日本人。18歳になったから日本で来た。今は11年日本にいます。日本の総合はもう子供からプライドでも見たし、将来もやりたいってでも総合の後にプライドなくなったから、その後私もちょっと悲しい。ライジンに戻ったから私はもうこのイベントも出たいし、私の日本のイベントは試合したい。アメリカとか、フィリピンとかのイベントはもうやりたくない。MMA 好き人はあまり柔術をその好きじゃない。柔術わからない人はもう柔術で見て、なんかあれなんで動かないとか、なんで止まったとか、みんなはちょっと見せたい。柔術は本当に面白い。だからもう金鉄も出たし、今度のライジングの MMA も出たし、もう金鉄に出たから、もうみんなちょっと早いってその動きができるかと思ったね。それからもう私ちょっともう嬉しいね。みんな試合楽しいの試合で見てるからね。ブラジルジュースの世界で最も高いところまで行った日本在住選手ということになります。技術の正確さ、判断力、気を逃がさない、本当に決定力、得意点でも本当に、抜きん出た力を持ってましたよね。中井先生がブラジル技術を始めた頃とどんな風に違う変化があるの？いや、もう全然違いますね。やってる人の数も違うし、レベルも違うし、女性が楽しんで始めたりとか、子供は減ってるのに柔術人口は増えてるみたいなことがあったり、完全別世界です。もう技 もうまるっきり違いますし、とにかく お話にならないぐらい違うんですよ。チャンスにあればもういつも新しい技とか、なんか相手なんか技に分からないと使って、波の選手が行った時はもう速攻負けちゃうんですよ。いかにあの先の先を読んで勝負するかというような、本当に細かい戦略の戦い方です。それでは顎を開けて、それで腹を出して、喉に腕が前腕が食い込むんですね。締める、もちろん力もすごくありますし、今なんか顎のまま締めてますよね。チョークのタイトさは本当に柔術界の至宝と言ってもいいですね。体がもう柔術を組み合わせが本当になんか適したようにできてるというか、抑え込みと見せてそのスイングして、その時にはもう喉に食い込んでる状態です。片側目通りながらこうバックン、分かった時にはもう入ってたって感じです。これはまあ相手にしてみればバック取りに来るかって感じだと思うんです。こう深さと技のバリエーションの幅がもう段違いなんですよ。でそういう中で、クロン・グレイシーとあのサトシ・ソウザは似ているところがあって、一本を二人とも決めることができるんですから。クローンは私ジュジツからずっと見るね。なんかクローンはなんかベーシックね、なんかクロスガードとか DGG とか三角とかこれだけ、ね、あまりチャイナかその動きはないですね。ちょっとオード
オード充実ね。今私のスタイルはもうちょっとなんか新しい大会に出て、それからもうちょっと覚えるからね。だからもう私の充実とクレオン・グレイシーの充実はこの違う。ライト級戦線ともなると、日本人の選手が海外の強豪と起こしていくのはなかなか大変な階級ではあるんですよ。日本在住なんで、私がサトシ選手の金メダル獲得なんかも日本の選手が取ったというふうに思ってますし、日本にもそのつもりだというふうに言ってましたので。そう、本当に私好きね、浜松とか岩田とか、ちょっと田舎ね、東京全然が違うね、でも本当に私好き。クラスで終わって、その後に奥さんと子供をジャースクで遊んで、その後家帰って、すごいシンプルね。私の趣味は柔術の練習ね、本当に。キッズクラスはすごいなんか25人とか40人までいるから、はい、私いつもこれが子供を教えたい。なんか厳しいだけじゃなくて、なんか面白い動きとかね。また負けたな、かける、もう一回頑張って。充実、浜松盛んでいろんなとこあるんですけど、やっぱ世界チャンピオンがいるのはこのジムということで、で入れさせました、はい、世界チャンピオンに習ってるだけあってみんな強いんですよね。内定も普通だと何やってんだみたいな声かけだと思うんですけど、あの先生は抱きしめるんですよ。心と体と育てられて、本当にあの先生だからこそ続いたんだと思うんですよ。たくさん人はなんかアメリカ行くとか、はい、違うとブラジル行くとか、私ここだけ練習してるからもうすごいいい練習できる。今10年ぐらい日本にいるけど、最初5年はもう全然日本語喋れない。ここ私先生で教えるから、もっといろいろ勉強したとか、まだ上手じゃないけどちょっと今話できるね。ブラジルにずっと住んでようと思わなかった？あー、今それは考えない。今私一人子供にあるから、もう一人も5月生まれるから、たくさんもお金かかるから、あまり MMA は好きじゃない。もう本当にちょっとお金だけ。手も足も痛いですね。本気にさせたこともないんで、子供と大人みたいなもんですよ。今度楽しみですね、はい、来週。そうね、そう、私はいつも子供から彼の誰とはちょっと違う、はい、だから多分みんな見たいね、彼の違うのレベル。だからそれの多分一番の彼のチャレンジ、多分彼の一番楽しい呪術とソロ、それのプレッシャー違う。パンチとキーク以外だから多分やりたくない、ちょっと楽しくない、怪我しないで。家族もね、いつも心配ね。そう、子供もちゃんとに遊びたい、ね、はい、5歳から大会に出るからいろいろ体の怪我があるから、なんかしゃがんでとか歩いてはもう難しいわ、ちょっと本当にちょっと嫌だ。もう少しだけ出たいと。今まで私の7試合
いつも1ラウンドで勝ったから、なんでもうおーライト回復めっちゃあーじゃあどうもゼロアミだチョコがゼロかよあーあーこの試合多分絶対その簡単ではないね。強い絶対そう強い人だから絶対厳しい絶対3ラウンドまでやるかもしれないね。本当に本当に北岡のスタイルは私ちょっと好き。今一番強い人は新青木ね、決め技は新青木ね。2番目は私の気持ちはなんか北岡ね。だから本当に新青木と北岡は私ちょっと好き、ね、日本の MMA はもうまだ強い。そのグラス上手だね。上手だね。上手だね。上手なインタビュー。お母さんは一応ブラジル生まれで、まあ、日本人同士の子供なんで父はもう 100% 日本人ですけどブラジル生まれなんでブラジル人。多いんですか日系人同士が夫婦になるっていうのは。あ多いですね、うん、多いです。日本で出会った人は特にそうですね、ほとんどそうな感じ。力見てすごいなんか真面目やるって決めたらもう本当それに向けて集中してする人。例えば時間とかすごくトレーニングの時間とかすごい守って毎日がしっかりしてる。僕が知ってるブラジルの人のイメージとは全然違うですよね。そうすごいんですよ。それ本当ね。ご飯とかなんか遊びとか、ね、彼を断って今日1回ぐらい休んでも変わんないんじゃないって言ったら、いや1回休んだら1回休んだだけじゃなくてね練習ができなかったらそのマイナス1回だから。今年次彼が勝てばどんどん強い相手を当てられると思うんですよ。でもライジンはもうそれ誰でも強いね本当に。最初から強い相手だから最初から最後までもう強い人ばかりね。そういうね、格闘技はやっぱ怪我が一番心配。勝つとか負けはまあ大事だけど彼は絶対、ね、自分の全て出してくれるのはもう分かってるから全然あれだけど怪我とかはやっぱ心配になりますね。この田舎に住んでてそこ、ね、まで行けたってすごいと思うし、うん、ブラジル人たちとかもみんな多分ね嬉しく思ってくれる、うん、誇りに思ってくれる。本当にちょっと世界ちょっと見せたい。ブラジル人じゃなくてなんか日系ブラジル人みんなちょっとこれ私言う。あでもあなたどこ練習、私は日本で練習。みんなあれでも日本強い練習できるか。それ私ちょっと本当にそう怒ってる。見せたいのはなんか日本はもうまだ呪術は強い。だから私もいろいろのイベント出たし世界も見せたい。まだそう日本が強いですね。呪術練習、キックボクシング練習、レスリング練習、体育館でやっとけばいいです。格闘技っていうのは MMA のことで、うん、北岡選手は日本ジュースの初期にジュースを始めていた選手でエッセンスがあるからサバイブしてきたところがやっぱりあると思うんですね。グラップラーグラップラーって言われる、まあ実際まあ僕 KO が一度もないんですよ。すごくないですか。42勝しててですよ。恥じることなく言いますけど、すべてですからね。はい。僕のすべてです。家族どころか彼女はできない。うん。娘と結婚している。結婚はしてないな。多分なんかずっと片思いしてる感じですよね。それがまたたまらないんですよ。恋焦がれて胸をずっと熱いまんまで入れることがたまらない。もしかしたら俺のこと好きなのかも。いやってやっぱり好きじゃなかったとか思わせぶりなだけだったみたいな、そんな感じの繰り返しです。で実際これをやって勝った時のこのエクスタシーはもう全然こう、うん、射精なんかより全然気持ちいいものだし、うん、北岡選手をこういうふうに MMA の展開をここまで持っていけるのかっていうのを
まあ一投足が本当に目が離せないものになるだろうなというふうに思う。私なんか MMA とグラップリングと呪術はなんかこのミックスが私できる、彼のスタイルも見せたいし私の呪術もみんな見せたいから、絶対この試合は決めがある、決め来るでも誰の決めは分からない、ね、彼にどんなこと教えたの？教える、教えるというか結果的に MMA で初めて負けることになるわけですよね。はいはい、ただそれだけです。結果を差し上げます。